ブなので、あ、ちょっと待って、キラキラにしました。セブンイレブンで300円ぐらいのマニキュアです。かわいい。グリーンフラッシュだよ。久しぶりに AKB でグリーンフラッシュになった。髪も切りました。明るくしました。イエーイ、バイバイ。車でメイクしてます。なんと野音は楽屋がなくて、まああるんですけど、いろいろスタッフさんとか衣装に使っているため、横山ゆいはんと車でメイクをしております。ここにいます。あと1時間で本番。なんか雨が降るらしい。やばい、また私のせいだって言われちゃう。お願い降らないで、頼むよ。メイク頑張ります。暗いね。暗かったら、あ、怖っ。まだほぼすっぴんみたいな顔してる。なんか怖いもの知らずだから。前パックの YouTube なんか全部すっぴんで終わってる感じ。前目の黒み。髪の毛はポニーテールにしようかな。今日ポニーテール少ない気がしたから。ずっと恋なんてしないで、友達に言ってたけど。はい。久しぶりの本当に野外ライブだし、ルームは初披露なので、ファンの方たちは初めて見てみて、頑張りましょう。はい。はい、MX 夏祭りライブ行くぞ。ルーマー、あんなに踊れなかったルーマーを初披露しますよ。1分後おばあちゃん行きます。はい、踊れるあ、やったよ。こう見てないです。
ちが左側がネックレスくぐっちゃって一回ちょっと外して、はい、はい、これで大丈夫です、すいません。ご挨拶します。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。今まで見てたので、自分もやっぱりここで甘えてたらダメだなと思って、ちょっと一歩踏み出して、もっと AKB として活躍することがグループに恩返しになるのかなと思うので、私はちょっとやっぱ舞台とかミュージカルとか、こういうお芝居をやりたいなってすごく今思ってるので、その夢に向かって AKB、慣れて頑張ってみようと思うので、みんなのことをずっと応援してるし、12月までってちょっと短いと思うんですけど、いっぱい思い出作れたらなと思って、引き続きよろしくお願いします。応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、サマーパーティー、MX 祭り終わりました。いや、思ったより汗かいちゃった。すごい、でも、そもそも AKB のライブ自体も私は、まあ、手術して休養明け初めてで、ネモハもルーマーも披露できたし、ちゃんと、あとは、まあ、夏の野外も久しぶりだったので、めちゃめちゃ楽しかったです。浴衣もギリギリ滑り込みで。なんかこれ、サッシーが昔テレビで着てたらしいよ。書いてあった。浴衣も着れて大満足でした。また皆さんぜひライブがあったらね、配信とかでもいいですし、直接会いに来てくれてもどちらでも嬉しいので、ぜひまた皆さんに会えるのを楽しみにしています。ということで、ゆきねライブお疲れ様と思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、以上柏木ゆきでした。またね。あ、ゆいちゃんは卒業発表しちゃった。あられー。